2021年11月時点では、航空自衛隊の現行の F2 戦闘機の代替機となる次世代戦闘機開発について、あまり新しい情報を目にしないというのが正直な感想だったよね。2020年の末に日本政府としては三菱重工業者を次期戦闘機開発の主管企業として独自性を保つ方針を打ち出し、この傘下に国内の各分野の企業、エンジンであれば IHI 社が紐づく開発体制となることが伺えたよな。その他、機体そのものにはスバル社、レーダーやセンサなどの電子機器類などには三菱電機社や富士通社 NEC 社といった会社名が並ぶ中、現在の最新鋭である F-35 ライトニング2などの第5世代戦闘機の開発経験が日本にはないもんね。このため F-35 ライトニング2を擁するロッキード・マーチン社を技術支援先企業として選定しており、正式な契約の締結に至ったとはまだ報じられていないが、実績を鑑みればまず本契約は間違いないと思われていたぜ。そうだね。さて今回は、航空自衛隊の F2 戦闘機の代替機となる、次世代戦闘機向けに IHI 社が開発した XF91 エンジンについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。こうしたアメリカのロッキード・マーチン社の選定と並行して、2021年の6月にイギリスで行われた G7 サミット以後は、次期戦闘機のエンジン開発へイギリスのロールス・ロイス社の参画も調整に入ったと報じられたよ。ここでは当時の日本の菅首相とイギリスのジョンソン首相とがトップ会談を行い、6月の下旬には防衛省側の日本の次期戦闘機開発の担当者が、イギリス入りして実務者レベルでの打ち合わせも開始されたと伝えられていたんだ。こうして日本の F2 戦闘機を代替する次期戦闘機計画は、あくまで自国主導の原則を掲げてはいるものの、国際的な協力体制を合わせて目指す方向性が加えられることとなり、アメリカとイギリスとの3国での調整が打ち出されたってわけ。この方針は次世代戦闘機開発にあたって日本の企業のみで推進しようとした場合、特に主要な部位となる電子機器類やエンジンの開発コスト、および技術的な困難が予想されることへのリスクマネジメント回避策だと見られるぜ。2021年時点で航空自衛隊が運用中の F2 戦闘機は総数で91機であり、これを代替する次期戦闘機の生産数もほぼ同様であろうと考えられ、その数の開発では費用対効果で見た場合に釣り合いが取れないと判断されたためだろうね。次期戦闘機は現行の F2 戦闘機の退役が進んでいるであろう2035年頃での実戦配備を目指すものとされているんだけど、イギリスのロールス・ロイス社とエンジンの共同開発を行うことで、量産によるコスト低減と輸出も視野に入れているみたい。確かに最大でも90機ほどでしかない次世代戦闘機用のエンジンを内製化に関わるよりも、ロールス・ロイス社との共同開発を行えば量産化によるコストの圧縮は見込めそうだが、輸出を川山用するのは早計に過ぎる気もしないではないぜ。ただでさえ戦後これまでアメリカ一辺倒であった日本の兵器開発に、初のイギリスとの協力という未知の領域に挑戦することになるもんね。それにあたって、性能と効率以上の面にまで期待を抱くのはどうかと思え、計画が軌道に乗ってからにすべきに感じるよな。しかし現状の次期戦闘機開発の流れの中で、すでに2018年6月に IHI 社が防衛装備庁に1機の試作エンジンである XF91 の納入を行っていることもあり、この XF91 の扱いが今後どのような形になるのかも気になる部分ではあるよ。IHI 社の XF91 エンジンは2010年から開発に着手されたもので、この当時の新型戦闘機のコンセプトであった I3 ファイターに搭載する前提で進められらており、スリムかつ大出力を掲げてその実現を目指していたんだ。スリムかつ大出力が XF91 エンジンに求められたのは、第5世代戦闘機で実現された高度な機体のステルス性能がベースにあり、これを継承しより多くの兵装や燃料を搭載する容量を機体に確保する必要性があったためだね。結果 XF91 エンジンは全長が約 4.8 メートル、吸気部の直径が約1メートルと第4世代戦闘機の F15 イーグルが搭載する、V
プラット&ホイット2社製の F100 エンジンとほど同様の寸法に収めることに成功したんだ。また XF91 エンジンはアフターバーナ作動時には15トン、未使用時でも11トンの推力を発揮し、高圧タービンの入り口付近の温度は1800度にも達するんだけど、この高温に耐えうるタービン周りの部品の製造力を実現しているよ。さらに今後の戦闘機エンジンには必須とされているのがアビオニクスや兵装に対応した大電力の発電能力だが、XF91 エンジンでは 180kW と言われる発電容量を達成しており、十二分にこれに応える能力を有しているとされてきたな。このような XF91 エンジンの性能には中国のメディア等からも警鐘を鳴らすような記事が散見されるなどしていたけど、同国の第5世代戦闘機である J20 において課題とされてきたエンジンの国産化も徐々に整いつつあるみたい。ここ最近の中国ではこの J20 の複座型である J20S や、航空母艦の艦載機として初のステルス戦闘機となる J35 がインターネット上でも画像が見受けられるようになってきており、日本最大の仮想敵国として注意を怠れないよね。だがせっかく試作機の納入まで進んでいた IHI 社製の XF91 エンジンだが、共同開発が有力視されるロールスロイス社が自国の第6世代戦闘機テンペスト計画用に開発を進めている。新型エンジンはこれを確実に上回る仕様のようだぜ。ロールスロイス社のテンペスト計画用の新型エンジンは、タービンの入り口付近の温度は2000度超えに到達しており、欧州各国で共同開発したユーロファイタータイフーンと比較すれば10倍以上の発電能力を持つというよ。ユーロファイタータイフーンが搭載するのは、ロールスロイス社製のユーロジェット EJ200 エンジンだけど、残念ながらこのエンジンの発電能力は具体的数値は不明とはいえ、メーカーが10倍と表現するのだから相当なものなのだろうね。ちなみに F35 ライトニング2に搭載されているプラット&ホイット2社製の F135 エンジンの発電量は 1600kW とされており、これに不足を感じているアメリカ空軍では独自に新型エンジンへの換装を予定しているぜ。F35 ライトニング2は、今行われているブロック4の最終段階へのアップグレード時には現行の F135 エンジンでは能力不足になると指摘されており、アメリカ空軍以外にはその強化版となる F135EEP エンジンが用意される模様だね。こうした動きを見ていくと日本の次期戦闘機においても IHI 社製の XF91 エンジンの強化を自国内だけで実現することは厳しいと判断したと思われ、特に発電能力に関してロールスロイス社の技術に期待しているのではないかと感じられるよ。日本主導での開発が掲げられる次期戦闘機だが、それに固執するあまりエンジンをはじめ性能が対中国対ロシアに向けて伴わないようでは本末転倒となり、また米英に譲歩しすぎれば開発する意義そのものが問われる可能性すらあるからな。そのあたりのさじ加減を柔軟に対応しつつ、日本の兵器開発の技術力にプラスとなる仕様が実現され、F2 戦闘機との確実な代替が実現されることを切に願ってやまないというのが現時点での偽らざる心境かな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。現在の航空自衛隊において運用中の F2 戦闘機は、四方を広い領海や排他的経済水域に囲まれている日本の地理的な特性を反映し、自国で保有する戦闘機の中でも最も多い対艦攻撃兵装を搭載可能な機体として知られているよね。F2 戦闘機は主翼の先端部に2箇所、主翼の下部に8箇所、胴体下に1箇所の合計11箇所に兵装の剣下が可能であるが、対艦攻撃時にはここに最大4発の空対艦ミサイルを装備して任務に従事することが想定されているな。この空対艦ミサイル4発を装備する場合でも F2 戦闘機は同時に空対空ミサイル2発も携行が可能なため、最低限のセルフディフェンス能力も兼ね備えており、作戦行動の幅を広げることに貢献した機体となっているぜ。幅広い作戦に対応できる万能型の戦闘機ってわけだね。さて今回は、日本の F2 戦闘機を代替する次期戦闘機開発問題について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。
F2 戦闘機はアメリカの F16 ファイティングファルコンをベースにしつつ、機関部は単発でありながらこれだけの対艦攻撃能力を獲得しており、日本の国情に合わせた仕様を実現したという意味でかなり稀有な存在とも言えるんじゃないかな。ただしこうした仕様を F2 戦闘機が実現できたのは、三菱重工業者を中心とする日本の防衛産業各社の緩まぬ研鑽の賜物であり、政治マターで F16 ファイティングファルコンをベースとせざるを得なかったことをなんとか形にしたものなんだ。日本企業の創意工夫が生んだ日本のための戦闘機ってことなんだね。本来であれば当時でも大型の空対艦ミサイルを4発も同時に搭載が可能な機体であれば、ある程度の機動性も確保しつつ、その重量を考慮して総発の機関部とすることが定石と思われるが、与えられた制限内で要求を満たしたわけだな。こうした F2 戦闘機の開発の経緯を踏まえて同期の2035年前後での退役に際し、それを代替すべき次世代戦闘機についても、完成後に日本側の意向に沿った自由度の高い改修が行えることが大きなテーマとして掲げられてきたよ。そうした意向を織り込みながらも日本は太平洋戦争後の戦闘機開発が全てそうであったように、やはりアメリカと共同開発を行うことを前提に次期戦闘機への取り組みを進めており、その方向が確実とみなされてきたんだ。あくまで日本側が開発の主導権を有すること、完成後の改修などにおいても任意にそれを行えることを目指しつつ、いわゆる第5世代戦闘機で西側諸国のディファクトスタンダードとなった F-35 ライトニング2を要する、ロッキード・マーチン社が技術支援先の本命と見られてきたみたい。しかしアメリカ側やロッキード・マーチン社側とはこうした日本サイドの要望が最終的に噛み合わず、次世代戦闘機開発をめぐっては戦後初めてアメリカ以外の国との共同開発を行うことが濃厚と報じられるように変化したね。浮上したのがイギリスであり、同国は自国の BAE システムズ社を中心として、現在の主力戦闘機のユーロファイタータイフーンを代替するためのテンペスト計画を主導しており、以前から日本の参画も歓迎していたよ。イギリスと BAE システムズ社が推進するテンペスト計画は2019年7月にまず、スウェーデンが覚書を交わしてそこに参画することになったが、スウェーデン自体は自国でサーブ39グリペン戦闘機を開発した経緯も持っているぜ。そのためスウェーデンのテンペスト計画への覚書の締結とは、即座に同国がテンペスト計画で生み出された戦闘機を採用することとイコールではなく、あくまで戦闘機開発の工程で生じる技術の共有という側面が強いと目されているな。第二次世界大戦後の国家としてのスウェーデンのこれまでの軍事政策は、旧ソ連現ロシアを最大の仮想敵国としつつも中立的な立場を堅持することで国の存続を貫くという形であり、それゆえに戦闘機を国産化してきた経緯があるんだ。その意味ではスウェーデンは日本と同じく専守防衛を基本に据えた軍事政策を行ってきたと言えるんだけど、あえて NATO への加盟や国外からの兵器調達を行わないことで旧ソ連現ロシアを刺激しないようにしてきた点が特殊ではあるよね。日本は自衛隊においてスウェーデンと同じく専守防衛を掲げてはいるものの、国家としてはアメリカと唯一の軍事同盟を締結し、数多くの兵器及びそれらのシステムをアメリカから調達しており、立ち位置としてははっきりと西側であることを標榜しているんだ。しかしスウェーデンがこれまで貫いてきた軍事的な中立の政策も、今年2022年にロシアがウクライナへの軍事侵攻を強行したことで転換点を迎えつつあり、同国がフィンランドと共に NATO へ加盟することはほとんど間違いない動きとなっているみたい。これによってスウェーデンの戦闘機の調達が従来通りにサーブ等の国産路線を継続するのか否かにも注目が集まるが、NATO の標準仕様に準じる必要が生じればテンペスト計画への参画が大きな役割を果たす可能性もあるだろうな。さてテンペスト計画だけど、続く2019年9月にはイタリアが主衛省を取り交わしており、これによって少なくともイギリス以外に完成した機体を調達する国が複数となり、スウェーデンも含めれば最大で400機前後の代替需要を得るに至ったよ。日本の次世代戦闘機開発とイギリス、スウェーデン、イタリアのテンペスト計画とが、一
一つの開発プロジェクトに統合されるのか否かはまだ判然としないけど、日本の次世代戦闘機の調達数は90機前後と言われているね。よって仮にこれらの計画が統合されると仮定すれば、およそ500機前後の代替需要を抱えた開発プロジェクトとなることを意味し、数的には日本がアメリカと共同開発を行うよりも初期の開発コストを低減させられる可能性は高いと思われるんだ。日本の次世代戦闘機とイギリスを中心とするテンペスト計画とは、すでに機関部の実証実験機の共同での開発、そしてレーダーシステムの共同での研究を行っているが、すべてを統合した開発となるのか正式発表が待たれる状態だな。ただし若干気になっているのはテンペスト計画自体の進捗が遅延気味の傾向にあると指摘する声があることで、確かに BEA システムズ社を含む参加企業に戦闘機開発のノウハウの蓄積はあれど、いずれもいわゆる第4世代機に限定される点だぜ。第5世代機に対応できるか否かが懸念されてるってことだね。日本はといえば現行の F2 戦闘機の開発に際して、その第4世代機であっても機関部の国産化が果たせなかったわけであるから、イギリスやスウェーデンよりその分野で遅れていることは間違いないため非常に気がかりってわけだね。さらに言えばロシアを最大の仮想敵国とするイギリス等と異なり、日本が今や最大の仮想敵国としている中国はいわゆる第5世代戦闘機の国産の J20 の量産化に着手しており、対峙する戦力の厚みが全く比較にならない点があるんだ。今のロシア・ウクライナ戦争において、F-35 ライトニング2とまでは言わないが、例えば F-16 ファイティングファルコンの最新型の V 型などがウクライナに供与され、ロシア製の戦闘機に対する優位性が示されれば安心感は少しは増すとも思えるよ。しかし残念ながら今のところそうした動きは見られず、西側諸国の兵器の質がロシア製のものを確実に上回るという証明は戦闘機に関しては確認できない状況が続きそうで、日本にとって有意義な戦訓は得られそうにないんだよね。そういえば西側諸国がウクライナに対してレオパルト2等の最新の標準戦車を供与しないことに関して、いざ供与してロシア軍にそれが破壊される憂き目に遭えば、以後の輸出に支障が生じるから行わないとする理屈を少なからず目にするな。しかし輸出用のモンキーモデルだったと言われつつも、ロシア製の T-72 等は湾岸戦争やイラク戦争でアメリカの MIA ブラムスやイギリスのチャレンジャーに完敗を喫しており、射撃精度そのものに大差があるようにしか感じられないよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日本とイギリス、イタリアの3国での共同開発が公式発表され、アメリカに頼らない日本の F3 戦闘機開発に弾みがつくものと考えられているよ。日本の匠が作るエンジンだけではなく他の部品にかけても高性能を誇っており、イギリスはそういった先進的テクノロジーが欲しいんだろうな。日本の技術力は世界に認められているもんね。さて今回は F3 戦闘機の心臓となるエンジン部分について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年12月9日、日本の F2 戦闘機の代替となる次期戦闘機とイギリスのテンペスト計画、これにイタリアを加えた3カ国で新しい戦闘機の共同開発を行うという計画が正式に発表したよ。日本の防衛省は2035年頃までに配備を始めたいと考えており、航空自衛隊が保有している F2 戦闘機の代替機は、多くの場合が次世代戦闘機と呼ばれているんだ。開発は F2 のように日本側が表面上は開発の主導権を握ることになっているんだけど、やはりアメリカとの共同開発というのが最も可能性が高いと見られていたのは事実だよね。その場合には、現在使用している第5世代戦闘機である F-22 ラプターや、F-35 ライトニング2を送り出したアメリカのロッキード・マーチン社の技術支援が必要不可欠であると考えられていたけど、2020年末頃から他の案が囁かれ始めたんだ。その内容は、ユーロファイタータイフーンの代替機開発をテンペスト計画として進めているイギリスや、それに参画するイタリアも含めて、日本の次世代戦闘機開発のパートナーとして浮上してきたということだね。
テンペスト計画には初めから日本の参加を歓迎する雰囲気があったみたいだね。なぜなら、ヨーロッパの次世代戦闘機開発に日本の匠の技術を取り入れた上で、その主導権をイギリスが強化したいという思惑が強かったからだと言われているな。実は、この時期にフランス、ドイツ、スペインの3国が進めているフューチャーコンバットエアシステム、略称 FCAS と呼ばれる欧州最大の防衛計画も進められていて、それに対抗する意図からもイギリスは自国が主導するテンペスト計画への参加国を増やしたい気持ちを抱いていたんだ。これに対して、日本も次世代戦闘機開発には自国の都合を最優先できる技術支援先を望んでいたので、イギリスと日本両国の次期戦闘機をめぐる利害関係が一致した形になったことから話が進んだよ。こういった経緯のもと、イギリスと日本の両国は2022年1月に新たな戦闘機に搭載することを前提にした、機関部開発を共同で行う実証事業が開始された。そして、イギリスからは高級車を扱うロールスロイス社、日本からは IHI 社が参加することになったんだ。このロールスロイス社は、テンペスト計画で機関部を担当するだけでなく、ユーロファイタータイフーンに搭載されている、機関部 EJ200 の基本設計を担った企業ということでも知られている世界的なエンジンサプライヤーであることを忘れてはいけないな。やはり、自動車製造企業というイメージが強い会社ではあるけど、実はエンジン製造に定評のある企業なんだよね。だがしかし、テンペスト計画に使用する機関部に関して、ロールスロイス社は開発にかなり苦戦していると伝えられており、実証機を含む試作の機関部が完成したというニュースが2023年に入っても聞こえてこないぜ。2021年1月下旬に幕張メッセで開催された軍需品の展示会である DSEI2021 ジャパンにおいて、テンペスト計画に採用が見込まれる機関部について、空気の吸入量が毎秒 100kg 以上、タービン入り口では2000度以上の高温への耐性等が見込まれていたよ。当然、これらの過程で機関部に発生する熱を冷却する必要があるし、敵のレーダーやセンサーの探知から機体そのものを隠すことも同時に求められるため、ステルス性能の向上も図らなければならないんだ。それから、ユーロファイタータイフーン搭載の機関部 EJ200 の10倍以上に相応する電力を発生させ、レーダーやセンサー類のアビオニクスに使用すると同時に、将来的には兵装にも使う想定となっているね。イギリスのロールスロイス社のテンペスト計画を進めるため、こういった機関部開発への取り組みがある一方で、日本で機関部の開発を受け負った IHI 社でも次世代戦闘機に搭載するエンジンの土台はできているみたい。それが日本の防衛装備庁から依頼を受けた IHI 社が2010年から開発を進めてきた XF9 エンジンであり、これは2008年度までに同社が開発してきたターボファンタイプの XF5 エンジンを土台として、次世代戦闘機への搭載を目指したエンジンと言っても良いんじゃないかな。IHI 社の XF9 エンジンの開発は、区分を大きく分けて3段階で進められていて、第1段階は2010年から2015年にかけて高温に耐えられる燃焼機と高圧タービン、軽量なコンプレッサーなどの主要部分の研究がスタートしたよ。第2段階は2013年から2017年にかけて主要部分に加えて、吸気口のファンや低圧タービン部分の追加研究を行うとともに、次期戦闘機への搭載時に求められるエンジンの必要な要素を全て網羅させたんだ。第3段階において一部機関を並行させながら、2015年から2019年にかけて第1段階及び第2段階で得られた技術的成果をもとにして、戦闘機用エンジンとして組み上げられたものが試作機の XF91 エンジンとして完成に至ったよ。IHI 社が製造した試作機の XF91 エンジンは、2018年6月に1機目が防衛装備庁へ納入された以降、約2年間にわたって動作と性能の検証作業が続けられ、試作機ながら想定された数々の数値を見事にクリアしていったね。XF91 エンジンの特筆すべき検証項目の一つに挙げられる、2017年6月のタービン入り口付近の温度が約1800度という高温をクリアしたことによって、世界的にも非常に高い温度で動作することが確認されたんだ。
この XF91 エンジンのサイズは全長 4.8 メートルで、ファン入り口部分の直径が 1.0 メートルでアフターバーナー使用時の推力は約 15.0 トンとなっており、戦闘機用のエンジンとしては超大型の部類になり、使用と性能は世界基準に達しているぜ。例を挙げると、F-35 ライトニング2戦闘機が搭載しているプラット&ホイット2社製の F-135 エンジンは、全長 5.6 メートル、ファン入り口部分の直径が 1.09 メートル、アフターバーナー使用時の推力は約 19.5 トンとされているな。XF-91 エンジンの方が F-135 エンジンと比べてスリムボディで、アフターバーナー使用時の推力もやや劣っているように見えるけど、XF-91 は双発で、F-135 は単発といった相違点があるので優劣をつけるとすると何とも言えないね。しかし、あくまでも XF-91 エンジンの試作機ということから、こういった数値は地上での検証結果のデータであり、最新のアダプティブサイクル方式を採用していることから、エンジン自体の大きさに比べると高いパワーを持っていると言えるんじゃないかな。アダプティブサイクル方式って？アダプティブサイクル方式というのは、搭載した機体が上昇、巡航、戦闘などの高い軌道を行う際の条件下で最適な性能を引き出すために工夫されたものだね。しかも、前述したように F-35 ライトニング2の F-135 エンジンよりも XF-91 エンジンはコンパクトに出来上がっているため、空いたスペースを別の用途で使うこともできるよ。その一例としては、積載する燃料を増やしたり、兵装を増やしたりすることが挙げられ、用途に応じて運用の幅を広げることに役立つこと間違いなしだな。日本では IHI 社の匠たちの緩まぬ企業努力が実り、このような高スペックの XF-91 エンジンの製作ができたことで、また世界中が欲しくなる技術を知らしめることになると思うぜ。イタリアのレオナルド社とイギリスのロールスロイス社と日本の IHI 社が共同開発を進めていく中で、今までに培われてきた技術がどのように活用されるのかについても、注目していかなければならないね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。2022年11月中旬、日本の大手マスディアの複数社が航空自衛隊が現在運用中の F2 戦闘機の代替機について、本年末までに日本とイギリスとイタリアの3カ国による共同開発の契約が正式に公表される見通しだと報じたよ。3カ国での共同開発か。期待半分、不安が半分ってところか。いろんな課題が残っているという声はちらほらと聞こえてくるもんね。さて今回は、イギリスらとの協業を選択した日本の次期戦闘機開発について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。いよいよ現時点では2022年も残り1ヶ月余りとなり、その正式な発表の報道を待つ形に変化は見られないが、日本がイギリスとイタリアをパートナーに選択することには少なからぬ課題が残されていると見る向きも多いよね。太平洋戦争での敗北以後、日本の自衛隊の装備する兵器の中でも特に戦闘機という分野においては、アメリカの影響下から離脱して独自路線を追求した過去はなく、その有効性に疑義を投げかける声は少なくないからな。ただしそうした見方は多くとも、かつての F2 戦闘機の時点のようにその開発をあまねく国産で実施しようというような主張は見られず、さすがに今の時代に世界レベルの機体を日本が独自に作り上げるべきとする考えは見られなくなったぜ。とはいえ航空自衛隊の次期戦闘機開発に際しては、実証実験機の通称新進が存在し、これが機体の規模的にははるかに小型であるとしても、一応のステルス性能を自前で用意できたことは今一度思い起こすべきだろうね。また IHI 社は試作機ながら XF-9 エンジンを防衛装備庁に納入した経緯があり、同エンジンは水力やタービン付近の耐熱性に関しては、今の戦闘機に求められる水準を十分にクリアする数値を示していたことも記憶には新しいよ。こうした機体そのもののステルス性能や、搭載するエンジン等の戦闘機開発に必須である数様な要素のいくつかの分野においては、日本が純国産化を行い得る可能性を感じさせていただけに少し残念な感覚も残るよね。
ただしこうした要素技術ごとに多少期待を感じさせる部分が見受けられたとしても、トータルな戦闘機として世界レベルで通用する機体の完成には至らないのだろうと逆に実感させられたとも言え、その目はほぼなくなったと言えるだろうな。それでも日本側としてはこれまでの経緯の中で得られた技術を集結し、日本の防衛産業のオスタル三菱重工業者にプロジェクトを統括させ、その傘下に各分野の国産メーカーを置く布陣で次期戦闘機開発を迎えると目されていたぜ。そこに今の西側諸国の第5世代戦闘機としては唯一の選択肢となっている F-35 ライトニング2。これを要するアメリカのロッキード・マーチン社の技術支援を仰ぎ、次世代戦闘機の開発を進める形が最も手堅いとみなされてきたよね。そうした動きは戦闘機に止まらず、戦後大半の兵器システムをアメリカに準じたもので揃えている自衛隊にとってはリスクの少ない方法であり、両国の軍事的な連携を図る上でも必然と言える流れだったと思えるからな。しかし当のアメリカやロッキード・マーチン社は、航空自衛隊が推進している次期戦闘機について、自国内で行っている NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスとのギャップが大きすぎると判断したと言われているんだ。アメリカ側としては航空自衛隊が開発を進めようとしている次世代戦闘機の能力は、すでに F-22 ラプターや F-35 ライトニング2で実現しているいわゆる第5世代戦闘機の延長線上にあると捉えており、関与するメリットを感じなかったとの見方も多いってわけ。今でも多数の西側諸国に対してアメリカは、いわゆる第5世代機の F-35 ライトニング2や、それ以前の 4.5 世代機とも言われる F-16 ファイティングファルコンの最新型の V 型などを多数供給している現実から、日本の次世代戦闘機の数など少なすぎるのだろうな。現在までに日本の航空自衛隊が生産を行った F-2 戦闘機の総数は試作機も全て含めて98機であり、次世代戦闘機もこれらを全て代替する計画とはいえ、ほぼ同数の90機前後を調達する計画となると考えられているぜ。前述した F-16 ファイティングファルコンはこれまでの累計で5000機を超す生産数となることが見込まれており、これに比すれば日本の次世代戦闘機の数などわずか 2% にも満たない少なさであることは事実だもんね。こうしたボリュームという工業製品の生産にあたっての効率化という側面から見た場合の重要な点に加えて、アメリカは NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスにて、新たな概念を模索していることも影響していると思われるよ。未だアメリカ側から具体的な NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスの開発状況は発表されてはいないもの。現時点で最新鋭の戦闘機たる F-35 ライトニング2を含め、その位置づけは大きく変化すると目されているんだ。最も大きな違いとしては、近年の F-16 ファイティングファルコンや、F-15 イーグル等の当初はいわゆる第4世代と言われた戦闘機たちが、搭載するアビオニクスや並走システムの換装によって近代化を進めるような手法は採用しないとされる点だね。今やこうした戦闘機たちは繰り返される近代化改修によって、リリース時とは比較にならない能力の向上を続けてはいるものの、40年以上にもなる長期的なスパンで運用を行うことはメンテナンスコストを膨大に増加させているからな。そのためアメリカでは NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスについては、もっと短いスパンで新型機と入れ替えを行うことを前提としメンテナンスコストを低減させることで、トータルのコストを下げる手法を目標にしているとされるよ。こうした戦闘機開発をめぐるコンセプトの一大転換をアメリカは企図していると考えて良さそうだけど、現行の F-35 ライトニング2を見ても電子機器の絶えざるアップデートで、能力の向上を行っている状態を本当に覆せるのかは未知数だね。アメリカ側では軍の高官がすでに NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスは、初飛行を終えているとコメントは行っているものの、視覚的にこれを裏付けるエビデンスは出されておらず、判断はできかねるな。さて日本の次世代戦闘機開発に話を戻せば、日本が今の時代に一国で純国産の戦闘機を手掛けるよりもリスクは少なく済むとは思えるが、アメリカのロッキード・マーチン社等からの技術支援と比較して有効なのかはまだ不透明ってところかな。イギリスでは BAE システムズ社を中核とするテンペスト計画を先行させており、
同社はドイツ、イタリア、スペインの4カ国で開発されたユーロファイタータイフーンの実績を持つものの、同機はいわゆる第4世代戦闘機だから、そのため巷では第6世代戦闘機に該当すると言われてきたテンペスト計画は当然未知の領域であり、その開発もこれまでのところでは順調というよりも、むしろ難航していたというのが進捗を表する正直な感想だね。このテンペスト計画には BAE システムズ社以外にも、機関部にはロールスロイス社、レーダーセンサ類にはイタリアのレオナルド社のイギリス法人が参画するなど、ヨーロッパを代表するプロジェクトであることは間違いないんだがな。現時点では日本の次世代戦闘機の開発が、このテンペスト計画の一部として統合されることになるのかも含め未確定事項が多いが、おおむねイギリスサイドでは日本と戦闘機開発との協業を歓迎する雰囲気が統一しているぜ。しかしそこにはまがいなりもまだ世界第2位の経済力を持つ日本に対し、そこから拠出されるであろう多額な開発費負担を当て込んでの政治的な判断との見方も多く、手放しで日本が喜べるか否かは判然としていないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。